い、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日はですね、国際協力の中でもミャンマー大好きな人の小野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小野さんはね、顔出し NG なんですけど、早速なんですけれども、はい、小野さんの出身と、はい、肩書き歴お伺いしてもよろしいですか。小野です、うん、出身は、神奈川県、経歴なんですけど、まあ、大学卒業して大学在学中にミャンマーを好きになり、まあ、ミャンマーに住みたいと思ってミャンマーで仕事したりしてました、うん、日本に戻ってきてやっぱりミャンマーに関わりたいので、ミャンマーに関われるような仕事をしつつ、うん、IT 企業で働いてます。はい、ありがとうございます。引っ込みどころ満載なんですけどね、いつから国際協力に興味を持った感じなんですかね。はい、国際協力、海外に興味を持ったのは、うん、姉が協力隊とか、はい、海外とかに興味がもともとあって、はい、姉をすごい尊敬したので、私もなんか自然と海外に興味を持つようになりました。自分の中でじゃあ国際協力にアプローチしようっていうところでアクションを起こされたりしたんですか。はい、中学ぐらいから海外行きたい、英語を勉強したいみたいになって、はい、インターナショナルスクールじゃないですけど、高校はそういうところに行きたいとか言っていたりして、で実際高校は外国国語コースがあるとこに行ったり、うん、はい、あとはニュージーランドがその時は好きだったんですけど、うんうん、ニュージーランドにファームステイに行ったりとか、はい、高校生の時に外国語の専攻の学科に進まれたってことなんですけど、はいはい、そこはもう英語ですか、専攻は。そこは英語ですね。あ、そうなんですね、はい、高校卒業してからどういう感じになってたんですか。大学では国際学部のある大学に行きました、はい、ちなみにどこの大学なんですか。明治学院大学です。いや、出たな。もうこのグローカルチャンネルでは名の知れた明治学院大学。明治学院大学の国際協力の学科に行った時は、はい、どういう生活をされてらっしゃったんですか。そうですね、大学入って、まあ、国際協力のサークルいいなと思い、うん、ベトナムとミャンマーを支援している当時サークルがありまして、はい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 、そこに入りました。あ、そうなんですね、はい、団体ですかね、 NGO ですか。今は NPO 化してるんですけど、うんうんうん、その時はまだサークルでしたね。あ、そうなんですね、はい、ちなみにどういったところをされてらっしゃったんですか。子どもの教育支援をしていて、うんうん、サークルの活動自体は教育支援なんですけれども、はい、チームがベトナムチーム、ミャンマーチーム、ビジネスチームと当時は3つに分かれていて、はい、私はビジネスチームというところに所属をしておりました、うんうん、なるほど、はい、ビジネスチームで何されてらっしゃったんですか。現地に、まあ、ベトナムとミャンマーに行きます、うんうん、はい、で、そこで売ってる雑貨を買い付けたり、うん、はい、まあ、あとは既存の雑貨をちょっと改良して自分たちのオリジナルの商品を作ったりして、うんうん、日本に持って帰ってきて、うんうん、で、それを日本で販売する、販売した、利益を、うんうん、活動の資金にして。あ、そういうことですね。やってました。もうそこからじゃあ、はい、持続可能というか自分たちでお金を集めてそうですね、それで運営をするような体制になってた感じですね、はい、そうですね。どういったものを販売されてらっしゃったんですか。ベトナムは有名な陶器があったので、うんうん、あ、そうなんですね、はい、そういう陶器とかもありましたし、はい、普通にサンダル、カバン、洋服、ストール、服飾雑貨みたいなのとか、うん、まあ、いわゆるお土産品みたいな着物系とかもありました、はいはいはい、なるほど。実際、はい、そういった商品とかって、はい、どこで販売されてらっしゃるんですか。まあ、学祭だったりとか、はい、フリマだったりとか、うんうん、あとは協力してくださっているお店がありましたので。あ、そういうことか、はい、なんか委託販売とか、はい、まあ、買い取ってもらって販売してもらったりとかっていうのもしてました。なんかいろんな雑貨が売ってあるところに卸すみたいな感じではなくて。あ、それもありました。あ、それもあるんですね。ありましたし、あとはなんかレストラン、ベトナム料理屋さんとか、うん、はい、ちょっと雑貨とかも売ってるようなカフェとかで、売ってもらってました。なるほど。楽しかったですか。雑貨の買い付けとか、はいはい、その現地の人との交流はすごい楽しかったんですけど、はい、途中でなんか違うなってちょっと思っちゃって、はいはい、途中からちょっと、はい、サボりちょっとそこ気になってるんですけど、自分の中で違ったって思う部分は何だったんですか。途上国初めて大学で行ったんですけど、うん、はい、最初は先入観で、うんうん、まあ、貧しい国の貧しい子どもたちの支援みたいな感じで行ってたんですけど、うんうん、実際行ってみたら、うんうん、まあ、活気もあるし、なんかみんなキラキラしてるし、うん、上下関係じゃないですけど、うん、支援する人と支援される人みたいな関係じゃなくて、うん、なんか対等な関係で付き
き合いたいみたいな、うん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 、そういうのが強くなってしまい、はい、まあ、ただ子どもたちと交流するっていう活動もあったんですけど、はい、なんかそれじゃないんだよな、やりたいことはみたいな感じになってしまいますね。なるほど、はい、まあ、国際協力って聞こえはすごく魅力的で面白いかもしれないんですけど、はい、支援する側される側みたいな形で二分化されることも多いですよね、はい、なぜミャンマーを好きになったのかっていうところもちょっとお聞きして行きたいなと思ってるんですけど、はい、ミャンマーが単純に好きになったのって何だったんですか、うんうん、人ですかね。それは初めてミャンマーに行った時に何か感じたことがあったんですか、はいはい、あ、多分そうですね、優しい、うんうんうん、すごい優しい。その値段交渉をするんですけど、うんうん、雑貨の買い付けの時に、はいはい、でめちゃめちゃふっかけてきて、まあ、こっちもめちゃめちゃ値下げを交渉するんですけど、はいはい、なんかそのやり取りとかもすごい楽しくて、はい、うん、まあ、いろいろお互いすごい交渉して強いことも言ったりしてるんですけど、うんうん、結局仲良くなっちゃうみたいな、そういう関係性がすごい面白くて、はい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 、ミャンマー人楽しいなみたいな優しいし楽しいしみたいな、はい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 、でいつも待っててくれるっていうか、うんうん、また来たの待ってたよみたいなのがあって、あ、そうなんですね、はい、それでもあのサークルに所属してた時ですよね。あ、そうです、うんうんうん、はい、それ以外に、まあ、人っていうところもあると思うんですけど、はい、ミャンマーに初めて行かれた時、景色とか文化とか、はい、うんうん、その感じの部分どうですか。ロンジーっていうミャンマーの民族衣装、今着てるこれがそうなんですけど、が可愛かったんですよ。それ生地とかの、そうですね、柄がすごい可愛くて、あの色もカラフルですし、うんうん、で雑貨もなんかすごい可愛いわけではないんです、うん、私のすごいツボの可愛さで、はいはい、だるまがすごい可愛いんですけど、あ、そうなんですね、はい、それにすごいハマっちゃって、はい、ミャンマーの、うん、まあ、装飾品って言ったらあれですけど、はい、そういうあの商品も自分の中ではすごく面白くて、はい、魅力的だったっていうところも含めて、はいはい、ミャンマーが好きっていう感じなんですね。皆さん、まあ、視聴者さんにミャンマーをおすすめするとしたら何ですか。おすすめミャンマーのおすすめ、ミャンマーのおすすめ、全体的な、全体的な3つ聞きたいですねお土産それ具体的にどんな、あの選手のお土産屋さんとかも結構増えてるので、いろんなお土産屋さんを開拓してほしいですね。あ、そうなんです。日本にもあります、はい、ネットで販売してる方とか。あ、そういうことですね、はい、いますね、うんうんうん、はい、他にはもう、ね、ないですか他におすすめ、はい、あ、今どうなん、ちょっと最近行ってないんで分かんないんですけど、うん、お菓子、お菓子、お菓子でミャンマーのお菓子じゃなくて、はい、まあ、普通のビスケットとかなんですけど、はい、いや、これなんか見たことあるなみたいなパッケージのお菓子が結構昔はあって、はいはい、なんか懐かしいなって思わせるようなパッケージのお菓子があって、はい、そういうのを探すのも楽しい。いや、なるほどね。いや、もう価値観がちょっとずれてて。すいません。全然大丈夫です。ミャンマーのおすすめ。おすすめあります。ミャンマーのバス。ミャンマーのバス、はい、バスって乗り物のバスですか。乗り物のバスです。へー、何ですか。あの、ただのバスなんですけど、はい、で最近ちょっとシステム変わっちゃったんでもうほぼないんですけど、はい、ミャンマーのバスで、うんうん、運転手さんと車掌さんっていうんですかね、うん、みたいな人がいるんですよ、うん、スペアっていう、はいはい、その人がお金を回収したりしていて、そのスペアの人が、うんうん、行き先をすごい連呼するんですよ、ミャンマー語で、はい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 、どこ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 、はい、でその言い方がすごいかっこよくて、はい、入り口、はい、にこう半出で、はい、半分出て、はい、わーって言うのが、あ、なるほどなるほど、映画会話みたいな走ってるんですよね、バスは。あ、そうです、走がなんかちょいちょい走ってて、ちょいちょい、ね、あ、わかりますわかります、ちょいちょいなんかゆっくりみたいな蛇行みたいなしてて、蛇行みたいなしててで それで、まあ、いわゆるスペアって言われてる人が、はい、ドアから半分出て外に向かって、これどこ行きだよみたいな、はい、なんかバーって行き先バーって行き先言って、それで乗りたいなって思ってる人たちを乗せるみたいな、たいな、うん、多分数年前からそれがなくなって、なかなか日本では味わえないような体験が、はい、まあ、ミャンマーにはあると。そう、そうですそういうことです。そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。最後にお聞きしたいんですけど、はい、ミャンマーの食事って美味しいんですか。はい、あ、ミャンマーのご飯美味しいです。お肉とか、あ、そうですね、お肉料理も多くて、うんうんうん、あのなんかいわゆるミャンマー料理というかは、うんうん、あの油をすごい使うんですけど、うーん、油に肉が浮いてるみたいな感じで、は
油に肉が浮いてる。それはもう揚げ物じゃない。違うんです。油にすごい旨味成分があるんですけど、はいはい、それは、はい、あのそれを主食は何で食べるんですか。主食はご飯です。あ、ご飯なんですね、はい、ご飯で。日本で食べれます、それって。日本食べれます。あ、そうなんですか、はい、いっぱいお店が高田馬場とかに。あ、そうなんですね。次からは、まあ、大学卒業してもうミャンマーに行かれますよね。はい、行きます。でそこで実際働かれてた経験とか、はい、ちょっとどういうことをされてたのかっていうところをお聞きしたいなと思ってますので、はい、ちょっと次の動画ではそこをお伺いできればなと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。